熊本市交通局によりますと、今日午前11時15分ごろ、田崎橋電停から日本木口電停に向かっていた熊本市電がポイント付近で異音と衝撃を感じて停車しました。直後に運転士がバックで車両を戻した後、脱線が明らかになりました。市電は脱線した状態でおよそ5メートル走っていました。乗客と乗務員の合わせて4人に怪我はありませんでした。このような事案が発生したことは交通局として厳粛に受け止めております。交通局は今回の脱線を重大事故としていますが、原因は分かっていません。熊本駅前から田崎橋の区間は今も運休していて、復旧の見通しは立っていません。